はい、どうもこんにちは、ゴスケでございます。今日はこの間のね、長い動画の中で後半にボソボソっと言っただけなんで、ちょっとそのことにをもう一回引っ張り出してきて、やろうと思います。感じでね、皆さんはね、動画のサムネイルとか、まあタイトルをがあるんで、何のことかってのはお分かりでしょうが、工具ね、工具に限らずなんだけど、この間ね、福岡かな、学校のね、サッカー部の先生が、なんか独特な理論で教えてるみたいな話を、なんか夜中にね、ちょっとテレビをつけたんですよね、寝つけない時にね。で、なんかそんなのをやってたんだけど、見た目がね、ルックスグッド、フィールグッド、フィールソーナイスでもいいと思うんだけど、で、プレイグッド、要は見た目が良ければ気分が上がって、それによってプレイが良くなると、日本人特有なだとも思うんだけど、割とこう根性論みたいなもんもあるじゃない、根強く。わかるんだけどね。そう。わかるんだけど、ね、今時根性論かよっていうのもわかるでしょ。で、まあ僕がね、僕はよく言ってると思うんだけど、いい工具使って何が悪いんだよって話は、ね、よくすると思うんだ。もうね、完全にそういった意味では道具じゃねえよ、腕だよって言ってる人間に対しては僕はアンチです。完全にアンチ。いい道具を使えばね、気分が上がって、それによっていいものができるってあると思いませんか。そういう魅力があると思うんだよね、いい工具にはね。あとはあれです、ブランドものを否定する方々もいるけど、ブランドっていうのはそういうもんじゃねえのかなって思うのよ。だからなんて言うんだろうね、もう見た目がまんま一緒なパチモンあるでしょ、コピー商品とか。まあね、僕のところ初でいろいろやってきたものもね、見た目そっくりなものを作られてますけど、あっちゃこっちゃでやられてますけど、でもさ、そういうのって別に見た目が一緒というか機能が一緒ならいいじゃん、別に安いんだからそっちでって。はいはい、こんにちは。はいはい、どうもどうも。今日はちょい多いかな。はい。いつもの佐川さんでした。そう、それでいいならそれでいいさっていう感じですね。俺はそういうんじゃないって思ってますよ。使ってて気持ちよくないじゃん。本人知ってか知らずか、知らねえで使ってんなら。そんなことはないんだろうけど、やっぱりさ、そのね、原点になった道具であったりとか、俺あれは嫌いなのよ。俺が元祖だとか言うのは嫌いなのよ。そういうふうになんかえばら散らしてるのは、そういうのはね、嫌いなんだけど、ね、工具でも何でもやっぱりいい工具、その元になった工具とかね、そういう職人のあれが詰まってる工具、そういうスピリッツみたいなもんは鉢物工具じゃねえと思うんだよ、うん、やっぱ気分よく作業したいじゃん。そういう気分を上げてくれる
力があるんじゃないかなと。だからそのサッカーの話に戻るけど、もうね、絵に描いたようなこんなんドラマでもないだろうみたいなね、美容師さんがいるんだよ。美容師さんがで試合の前にバーッとね、ヘアスタイルをバシッと決めてくれたりするわけよ。別に運動するのにヘアスタイル関係ねえじゃんと思うでしょ。でもやっぱそれによってね、こうスイッチが入るというか、気分が良くなるというかね、戦闘モードに入るというかね、見事に強豪校に勝ってましたからね、びっくりする。まあ、本当にそんな筋書きねえんだろうけど、びっくりしましたね。あ、これだよこれだよって僕は思ったわけですよ。だから、なんていうのかな、まあどんな候補を選ぶのも自由ですけど、自由ですけど、僕はね、そういう腕さえあれば何でもいいんだっていう派ではないですね。いいものを気分よく使いたいっていうのがあります。で、パチモンなんて持ってのこかって、逆に気分悪くなるね、卑屈になっちゃうじゃん。本当はあれが良かったんだけどなとかさ、ね、しょうがないからこれで我慢してるんだなんて思いながらやってて気分良くないじゃん、ね、気分よく作業してる方がご機嫌なものができるような僕は気がしてます。はい、また今日もなんかね、作業しながら動画を取りためてますよ。前回の動画でこれ縫ったやつね。そう、まとめて撮って、で動画を撮れないお仕事は撮れないお仕事で、YouTube を向こうで流しながら黙々と仕事をしております。これはね、うちのアイテムなんで問題ないです。感じで本編はこれで終わりって感じかな。まあ50ですが、僕はそんな風に思ってるよっていう、ただ単にそんだけの動画でございました。今回はね、これっていろんなものに当てはまることじゃないかなとは思うんだけど、これか、まだまだいろいろやってるんですよ、実験くんを。これじゃない、これだ。あと1個、あと1種類、結構数はいろいろやったんだけど、あと1種類のホニャララをやって、その後それぞれそれの配合をね、ちょっと変化させて試してやろうかなと思ってます。やっぱコンマ1グラムまで測れるものとかだといいよね。もうね、ほんと実験です、実験くん。うん、こっから先はまだ内緒な感じ。ほんとさ、無限に組み合わせがあるよな。無限じゃない、有限なんだけど、有限なんだけど、無限と思えるほどあるよ。組み合わせだけじゃなくて、それぞれのその比率まで考えるとさ、膨大じゃんね。ほんとだから、いつになったら答えが出るんだろうっていうような世界です。なので焦っちゃダメって思ってますけどね。
これ慌てるとろくなことがない。ほんとそう。あ、そうそう。あのね、とうとう、こいつの、ね、革包丁の、最終の、見本サンプルがうちにやってまいります。まあ、これがほぼ市販バージョンだろうっていうバージョンが来ますね。超楽しみですよ。ね、この堺の、ね、堺孝之、まあ、堺の刃物っていうののファンってすげえいるんだなっていう印象があります。待ってたよっていうね。あの革細工以外の刃物はもうすごい有名、超有名。国内シェアどれぐらいあるんだろうね。本当一流の料理人さんたちに愛されてるあの包丁メーカーですが、ね、まさかあの堺がっていう、すごい気になってる方が多い印象ですね。うん、すごくあのいっぱいお言葉をいただいております。これは反響でかいぞって思ってます。嬉しいことだよね。でもまあまあそのこともね、どん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 やっていかなきゃいけないんだけど。これもね、まあ、すぐにそう答えが出るようなものではないんだけど、ある程度ね、方向性は見えているんだ。あ、これいいじゃんっていう。あ、これはどうだ。なんかね、半信半疑だったのが、いけるんじゃねってとこまで来て、確信に変わらないと、前もね、僕が使ってるやつっても光るまでが早い、勝負が早いんだけど、勝負が早い&高耐久なコマが作れるんじゃねえかなと思ってるんだよね。これ以上配合を増やしたらどうなんだろうな。ちょっとダメじゃんこれってなるまで配合を増やしていってみようかね。明らかにこれはあれだな、こっちの配合だと手磨き推奨になっちゃうかな。いやでもいいぜ、すげえいいぜ、これいいぜ。この感じはいいぜ。これはいいものになりそうな気がしてますよ。うん。磨き心地っていうのは、あまり、ねえ、興味がないかもしれないけど、磨き心地っていうのもあると思うんだよね。気持ちよく磨けるこの感じっていうのかな。すごい、まあ変態レベルの話をしてますよね。俺これはいけるんじゃねえかなと思うんだよな。
またこれもね、ちょっと1日置いて、ね、評価しなきゃいけないなと思ってるんだけど、うん、新しいスタンダードができるんじゃないですかね。うん、ちょっといい感じですよ。この後半の動画、全くもって皆さんには、ね、有益なものではないですけど、はい、まあまあちょっとね、今回も動画ちょっとさっぱりした感じですが、こんなもんで終わろうと思います。また遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。はい、終わらないんですね。終わらないの、まあ、いつものやつですよ。ちょっとね、僕ね、欲が出てきました。欲が、これ今貼り合わせたらこれですね。このグレーの感じから見て分かる通り、これはクロムなめしの皮でございます。クロムっていうのは基本的には磨けないんですよね。磨けないの。さあ、これがね、この今いろいろアーダコでやってるやつは完全じゃないにしよう、磨けるんじゃないかなってふと思い始めたわけですよ。どうなるだろうね、どうなるでしょう。ちょっとね、僕も楽しみなんです。クロムっていうのはね、本当にヘリ落としとかもしづらいよね。柔らかいんで。で、このスペシャルなやつね、スペシャルなやつつけてどうなるかな。ちょっとね、これは初めてなんで、まあこれを見てていただいても、俺がうーとかあーとか言ってんだけかもしれないけど、でパシッと切り揃えた。ね、貼ってから包丁入れたんで、まあまあ断面はバシッとしてますわ。そこに今いろいろやってる液体を塗ってですよ。で、まあこれは機械用というよりは手磨き用にね、やってるんだけど、どうなるでしょうね。そこら辺もちょっとね、検証してみたいんですよ。コンビナ飯はいける気がするんだよね。コンビナ飯はね、これ多分ね、1回でどうのっていうんじゃないんだよね。うん、目をつぶす効果があるんじゃねえかなって思うんだよな。これいけたらね、これいけたら某社のやつは超えるぜ。これはスリッカーかも、ね、スリッカーで丁寧に、これいけたら嬉しいと思わない？まあまあ、普通のぬめに比べりゃそれは時間はかかりますよね。でもね、まあまあ基本的にはクロムは減り返しで作った方が早いし、そういうもんだと思うんだけど、
場所によってはね、ちょっと やりづらいなっていうところを見かけたったら嬉しくない？うん。伝わるかな？伝わねえだろうな、この感じ。少なくとも某社のやつよりは良さそうよ。これちょっと塗って放置してみようかね。それで磨き入れてみようか。薄く塗ってね。あ、まあ終わりはないんですよ、こういうの。本当終わりはないの。いつまで経ってもいろんなね、尽きないんで、どこかで折り合いをつけなきゃいけないみたいな、そんな感じかもね。うん。てな感じで、また続報はね、ちまちまやっていきます。はい。てな感じです。じゃあね。